米大リーグドジャース、オリオールズ、28日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム、写真、本拠地は大混乱。日本人一番乗りは試合開始12時間前に到着ドジャース大谷翔平投手、30が28日、日本時間29日午前11時10分開始予定、本拠地、オリオールズ戦のスタメンに1番、指名打者で名を連ねた。 3試合ぶりの42号本塁打に期待がかかる。この試合では、大谷が愛犬のデコピンを抱えた特別ボブルヘッド人形が、来場者先着4万人に配布予定。金のレアカラーも用意されており、開門前の試合開始以上、5時間以上も前から100メートル以上の列ができるフィーバーぶりを早くも見せている。球団公式、X ・ Q ・ Twitter、では、翔平とデコイ。 デコピンの英語名が到着したとして、大谷がデコピンのリードを持ちながら球場入りしたと思われる写真を投稿。大谷は白の T シャツと帽子で、青の短パン、サンダル姿で、笑顔を見せながらデコピンと共に歩いている。